GoTo イートキャンペーンは新型コロナで打撃を受けた飲食店を支援しようと国が進めているもので、県内では今月下旬に始まる予定です。今日は鳥栖市でキャンペーンへの加盟を検討する焼肉店やレストランなど4店舗の担当者が、客から受け取った食事券をどのように換金するかなどについて説明を受けていました。登録をまだなので今から登録したいと思ってちょっと説明会にお伺いしました。佐賀県の事務局によりますと、現時点での加盟店の登録は350店ほどが申請していて、3000店舗を目指しているということです。県内では1万円で1万2500円分の食事ができるプレミアム付きの食事券が60万冊発行されます。